また来たんだ。今度は殺しちゃうよ。詐欺、賞賛はあるのか。わかんないよ。けどやらないと、もっと大変なことになるんだろ。よし、行くよみんな。刀に力を。よし。はい、決まり。ご覧よ、僕のマキナアルマを。傷一つない。ダメ、今の私たちじゃ勝てない。君たちの力じゃ無理だよ。引くぞ、サギ、いいな。では、今はまだ巻中を始める段階に入っただけということだな。はい、レイド艦をはじめ騎士たちが動いており、完全巻中は阻止する構えです。軍務官、バールハイトの動きは予想以上に迅速です。
今回もナシラと雲の大風穴の2つを同時に占拠されました。君の言う通りだよ。敵の動きは非常に速い。ネロ様、サダルスードにもすでに兵が送られているとの情報が入っております。サダルスード、ゲルドブレイブ、君はどう考える？非常に危険ですね。サダルスードは現在領主が不在、ロドルフォというコナリキンがその座を狙っております。バールハイトにおいしい話を持ちかけられればすぐに転ぶ輩ですよ。うん、私の精霊も同意見のようだ。ロドルフォを放っておくのは危険だと言っている。サイン、君の精霊はどうだ？危険だと感じているようです。そうか、やはりサダルスードへ向かう必要があるな。ロドルフォという男と接触し、マキナカに協力するようならそれを阻止するんだ。わかりました。頼んだぞ。はい。どうした？何か言いたそうな顔だな。構わん、言ってみろ。軍務官は影のこと、本当は何かご存知なのではありませんか？シャナトやバララたちはイジと呼んでいます。それにマルペルショーとか。どこで聞いたのか？彼らがそう言っていたんです。軍務官もイジとおっしゃってましたね。イアデムからの通信の時だな。私としたことが迂闊だった。やはり何かご存知なのですね。わかった、話そう。いや、もっと早くに話しておくべきだったか。君たちは古の神々の戦いの話を知っているか？そうだよね、僕も言い伝えだってことくらいしか知らないよ。ただの言い伝えではない。神々の戦いは実際にあったことだ。私も魔法学校で習いました。今から千年近く前、神々による争いがあったって、確か記録としても残っていると聞いています。そうだ、ドゥールに住む土の民という種族が記録に残している。今から千年前、神々の時代、邪神マルペルシロが反乱を起こし、それは始まった。邪神は闇の眷属どもを召喚し、世界を自分の思うようにしようと企んだ。そして他の神々は滅ぼされ、大地は荒れ果て、世界は闇に包まれた。だが世界はそれで滅びはしなかった。土の民の先祖によって邪神は倒され封印されたからだ。ところで、君たちはこの世界の大陸がなぜ空に浮かんでいるか考えたことがあるか？僕はそういうものだと思って暮らしてたけど。私も。大陸は神の力で浮いているのだ。邪神マルペルシロを封印したエンドマグナスの力でな。エンドマグナス？土の民の先祖は邪神の亡骸を5つのエンドマグナスに分け、各大陸へと封印した。汚れた大地から切り離し、神の力で空に浮かべるために。その話があの怪物と何か関係があるのですか？エンドマグナスとなったのはその体の一部。残りの部分はどうなったと思う？消えてなくなった？そうであれば話は簡単だったのだがな。では捨てられた？そう、バラバラにされた邪神の最も力の強い部分をエンドマグナスとして封印。残りは邪神再生の恐れから世界各地にバラバラに捨てられた。あの怪物は千年前に捨てられた
邪神のかけらなのだ。正確には邪神のかけらが生物に寄生したものだ。寄生する前のかけらには大した力はないからな。それではバインさんもセルシカさんもその邪神のかけらに寄生されていたと。そういうことだ。かけらだけでは再生はできないが、他の生物を宿主とすることで千年の時を経て再び復活したのだ。邪神の覚醒は宿主の精神状態で決まる。辛い気持ち、悲しい気持ち、そんな負の感情が邪神を呼び覚ますようだ。寄生された人を助けることはできないんですか？無理だろうな。あらかじめ宿主が分かっていればいいが、それが分かるときは怪物となって現れたときだからな。私が話せるのはこれくらいだ。これで気が済んだか？はい。では任務に戻れ。少ないが新しいマグナスを用意してある。持っていくがいい。フェルカドってサダルスードで一番大きな町なんでしょ？それにしては何にもないわね。でも僕は気に入ったよ。のんびりした雰囲気でハッサレーに似ているし。リアルでサダルスードは帝国の属国ではなかったはずだな。違うけど、どうしたの？帝国兵の姿がやけに目につく。ほんとね。そういえばゲルドブレイブさんがそんなこと言ってたじゃない。サダルスードには帝国兵が送られてるって。いつも先手を打たれてるな。どうしよう。そうだね。そのロドルフォって人と会うのが目的だしね。それじゃあまずはロドルフォさんを探しましょう。会って詳しい話を聞いてみなきゃ。
えサギ。ごめん、私ちょっと一人で見たいところがあるの。どうしたの急に。うん、ちょっとすぐ追いつくから先に行ってて。お待たせ詐欺。うん、用事は済んだな。ええ、さあ行きましょう。
っと、あれジャコムじゃないか。懲りない子ね。でもこれで間違いないね。あそこがロドルフォさんの屋敷だよ。どうしたもんかな。このまま正面突破するか、別な方法を考えるか。やっぱりまずいよ。どうやら今度もだいぶ手回しされているみたいだし、場所ははっきりしたんだ。ここはひとまず戻って。ロドルフはまだなのか。ああ、ずっとケバルライさ。主のいない屋敷の森とはとんだ感触に回されたもんだ。サギ、あいつのせいで俺は、もっと力があれば。愚痴るなよジャコモ、またチャンスは来るさ。聞いた？ロドルフさんは外出中みたいね。ケバルライって言ってた。かなり小さな村って習った覚えがあるけど、何しに行ってるのかしら。わからない。とにかく行ってみよう。なるほど、こうしてここをその巻きすればもっと便利な生活ができると。巻き中だ。そうです、そうです、その巻き中。何しろこの国では未だに動物の乳を絞って暮らしているありさまでして、帝国の方々に巻き中を進めていただけるのであれば、それはもう何と申してよいやら。まだ心の翼を使う輩も多いようだな。ええ、何しろ古い人間が多いものですから。今すぐ心の翼を捨てさせろ。そんなものに頼らずとも、帝国から飛翔機を支給してやる。おお、これはありがたい。早速手配させましょう。しかしですぞ、ヒューズ殿、ことを起こすには何かとこれがいりまして。金か。ええ、まあありていに言えばその通りでございます。タヌキめ、金ならここにある。好きなだけ使え。おその代わり、この国は完全巻き中、帝国の支配下に置かせてもらう。